はい、えー。ゴジラマイナスワンの話をしたいと思います、えー。先日ですね、プレビュー2がね、公開されまして、えー、ちょっと残念だなとね、思いましたね。ちょっとね、もう、なんつうんですかね、2回目ですよね。予告編第2弾にして、えー、このクオリティなのかなと。まあ、端的に言うと、なんつうんですかね、そのワクワク感がないというか、なんつうんですかね、やっぱ日本映画、 濃いなっていうね。そのスケール感。 とかですね、それから細部の作り込みとか構図とか、まあ、全てなんですけど箱庭感がね出ちゃっててそれはまあゴジラがもともとスタジオで撮っていて箱庭感が出てたということなのかもしれませんがそこのレベルに行くという前の、まあ、リソースの問題クオリティの問題なのかなっていうね感がしてでそうだとすると例えば絵を暗くして。 迫力を出したりとかできると思うんですが、割とこうバッチリね映っちゃうんですよね。昼間っつんですかね、えー。もうそこまでピーカンではないですけど、バッチリこうゴジラが分かってで、まあ、さあ今回はこう水の中を泳いでる、えー、顔面のアップのシーンなどもありまして、それからまあ演技ですね。ハイエスさんの方の演技やシーンもまあバッチリ見えるんですが、ちょっと見えすぎなのかなと。 見えすぎの割にははっきり見えてないっていう、また気持ち悪い、バキッと見えないんですよね。まあ、これ、先日、ザ・クリエイターっていう映画を見たんですが、ちょっとそれに近い、それのさらにもっとクオリティを悪くした感じなんですよね。なんで、見えたいところがバキッとしてないんだけど、バキッと見えてない割には、引きの絵が多くて明るくて、それでいて、まあ、クオリティがかなり低い。 という感じですね。そしてデザインも良くない。デザイン良くないっていうのはゴジラですよね。ゴジラのですね、その足が、まあトカゲっていうか、まあ鳥というか、まあ親戚ですよね。なんですけど、やっぱ端的に言うと、格好悪いな、足がね。鳥っぽくて。で、まあ足がでかくないと体を支えられないということなんでしょうが、まあ空想科学ドコんですよね。なんでしょうが、 フォルムがちょっと全体的に、えー、格好悪くなっちゃってるなと思いますね。足がでかすぎてね。で、尻尾をですよね。尻尾の先端がなんかジャキってこう飛び出て、なんか、なんかなるみたいなところで、えー、予告編通終わってますけれども、あれですね、日比谷の東方に、えー、マイナス 5G が飾ってあってですね、その時結構写真撮ったんですが、その尻尾の最後のところが、 二列でずっと来てたので、最後だけ一,、えー、一歩になってるんですよね。そこが、まあなんでかなと思って、写真撮って気になってたんですが、まあそういうことだったんだなっていうのはね、わ、えー、かりました。で、まあこれはあれですよね、ゴジラ対コングでですね、えー、ゴジラが、えー、あ、じゃない、キングコングか。コングが、えー、ゴジラの背びれを歯にして、斧を作っているというか、その斧を、えー、アーサー王の,の剣のように受け継ぐシーンが、 あったんですがまあ、そこに繋がるんだろうなということですよねそしてなんか MK もね意識してるというかその繋がりであるってことを言ってるらしいのでまた悪い癖が出たなと山崎隆、まあ、何でも言うこと聞いちゃうみたいなね、えー、ことですよねなんでまあ、そもそも GMK ゴジラそんな好きではないんですよね別に面白いと思いますけれども、えー、そのゴジラの本質からは違うんじゃないかな 何がゴジラの本質かって人によってそれぞれだと思いますけれども GMK ゴジラはねお祭りかなっていう。 東宝漫画祭りみたいな映画祭りみたいなねお祭り系かなって私は思うんですけれども、まあ、日本人が作るゴジラであったらやはり一作目ですよねでまあ一作目を踏襲してるって話もあったんですがそっから受験にもうまく持っていけてるのかどうかっていうのは結構難しい作業になるんじゃないかなと思いますねなんかちょっと予告編じゃなくて社会がねこの前行われて それを見た人がね、の軒並み手放しで大絶賛なんですよ。なんで、まあ、逆に不安ですよね。だいたいこういう時って良くないことが多いですよね。シンゴジラじゃあはどうだったのかっていうのをちょっと検索してみたら、社会の時はえ評論家はこれはちょっと受けないだろうってね、言ってたらしいんですね。まあ、案の定海外では多分受けてない。 と思うんですけれども日本ではまあ OK したわけなんですよ。OK したかどうか分かんないですがまあ人気 OK ですよね。そんなわけですよね。まあそれの逆を言ってるというふうなことも聞いてますしえなんか全部ねクライアントの言うことを聞いてそしてまあまさしくドラゴンクエストイヤーストーリーですよね。木を照らっていくということですね私はは山崎隆はですね。 王道を行った方が全然いいと思うんですね。王道を行って、出来をてらうっていうのを両方やればいいなと思うんですが、なんか今回はちょっとやばい感じがプンプンしてきたなと思いますね、まあ。とにかくこの予告編2の出来があまり良くないのがむちゃくちゃ気になりますね。というわけで、11月3日ですね。ぜひ私のこの予想、期待を裏切るようなゴジラを、マイナスゴジラを見たいと思います。